恋人にしたい毒舌キャラ、レイラです。サンゴの飯より魚が好き、カツキ。家に忍び込んで、いろんなものを盗んじゃって盗んじゃって盗んじゃって、じゃあもう一回やって、もう一回、もう一回さ、挨拶、あ、挨拶、あ、オッケー、ヤッホー、セブンメンサムレディオー、来ましたね、この日が来ました。これだよ、これ、これ、これ。ちょっとごめん、もう俺、今日帰るわ。もうこんな、こんな挨拶やる気、もう俺ない。いつもやってたじゃん、これで。いつもね。どうしちゃったの、今日急に。俺らもう YouTube 何年やってんだよ。1年半ちょいみたいな。YouTuber って言ったらさ、はいはい、挨拶が大事じゃん。ヒカキンさんだったらブンブンハロー YouTube とか、確かにやってますね、皆さん。まあ大事だもんね、始まりって。なのに俺らはもう1年半経ってるのに、なんかよくわからないヤッホーとか言うだけ。ディスられたぞ。まあそれはそうですけど、否めないだけ。どうもセブンメンサムライです。どうもセブンメンサムライです。どうもセブンメンサムライです。みんなヤッホー、セブンメンサムライだよ。まずじゃあそのみんなにさ教えてほしいから。そうね、お手本、お手本として順番にこうやってってくんね。OK、 じゃあ固定でいいんだけど、うん、動きと喋ることだけ決めたから、じゃあお願いします。恋人にしたい毒舌キャラ、レイラです。サンドの飯より魚が好き、カツキ。金曜日の狂犬、太鼓。オールウェイズ金髪、コンピー。セブンメンのリーダー、リンネ。まるっと空気をつかむ MC、ヤマラ。いつリーダーになったんだよ。エゴがすごいのよ、途中のエゴが。まあ、ちょっと俺の紹介足らんな。そう、太鼓もね、足んなかったね。うん、足んない。だからちょっと俺、付け加えるわ。オッケー。アレンジ入んの早いな。うん、セブンメンサムライのリーダー、リンネです。恋人にしたい毒舌キャラ、レイヤ。サンドの飯と魚が大好き、元高克樹。令和に生まれた1500年に一度のスーパーアイドル、そしてみんなの心をわしづかみにして家に忍び込んで、いろんなものを盗んじゃって盗んじゃって盗んじゃって、そしてみんなの心をわしづかみにして。結構長かったな。泥棒してたよな、途中。今しかも途中犯罪犯してたぞ。盗んで盗んで盗んでって。もうちょっとタイトにしてやん。もうちょいタイトでやればよかった。オッケーオッケー、じゃあもう一回やってみよう。分かった分かった。セブンメンサムライのリーダー、リンネ。恋人にしたい毒舌キャラ、レイヤ。サンドの飯と魚が大好き、カツキ。1500年に一度のアイドル。誰だよ。誰やねん。タイトにしろって言うからタイトにしたんだろ。名前だけは削るんだよ。削るな。一番削っちゃいけないとこ削る。削るな。ずっとコンビ待ってんだから。ずっと待ってんだから。セブンメンサムライのリーダー、リンネ。恋人にしたい毒舌キャラ、レイヤ。サンドの飯と魚が大好き、カツキ。1500年に一度に生まれた令和のスーパーアイドル、みんなの心をわしづかみにして、その後に家に忍び込んでいろんなものを盗んで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 、その後に髪のフケまで盗んで、佐々木太鼓。Always is 金髪、大輝。まるっと空気をつかむ MC 担当、山成。ジェニーズジュニア代表、異端児、セブンメンサムライです。イエイ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 。俺にはならんわ。多分これにはならんわ。頭のフケも盗んで。頭のフケを盗んで佐々木太鼓。ないでしょ。ごめんごめん、なんかもう全然言葉が出なくなって。ちょっとね、リンネンこと似てるんだよね。おう、アイドル路線というか、やっぱキャッチフレーズがあった方がいいかなと思って。じゃあ最初、レイヤ君は一番小悪魔、裏表レイヤ。じゃあリンネ君、にっこり笑顔、一番アイドル、筋肉リンネ。これです。オッケー。サンマ、マグロ、デカイブリ、何でも捌くぜ、お魚カツキ。いいね、魚好きが伝わる。4番目、コン。呼んでも来ないよ、マイペース、コンノ。じゃあ5番目、うん、タイコね。豪快キャラで売ってます、狂犬タイコ。
あー5番だけいて、ネタバラシすなって。6なんだろうな、6なんだろうな。あーもう落ちない、多分マジレスするとロックとか言いそうじゃん。あ、ロックンロールとか言ってね。あー確かにくっさいな、そしたら。あーいいね。一番小悪魔、裏表悪魔のレイヤ、にっこり笑顔ムキムキリンダ、サンマ、マグロ、でっかいブリ、何でもさばくお魚か好き、呼んでも来ないぜマイペース今野大輝、豪快キャラでやってないよ私、どうすればいいの。1500年に一度に生まれた令和のスーパーアイドル佐々木た、あ、太鼓これで終わっていいの。あなたの心をわしづかみ、家のところまで潜んで。はい失格、はい失格です。せめて噛むなよ。一番小悪魔、裏表レイヤ、にっこり笑顔ムキムキリンネ、サンマ、マグロ、でっかいブリ、何でもさばくお魚か好き、呼んでも来ないぜマイペース今野大輝、豪快キャラでやってます佐々木太鼓、ろくな目に合いません、不憫矢花、ろくに合わせてセブンメン侍です。ろくな目に合いませんって言った、今まであんなよくしてあげたのに、で俺らいつも毎回新鮮な新しいボケもやってあげてんのにさ、MC も譲ってあげたのにな。それは全員満場一致やった。じゃあ俺ちょっと今考えたからみんなに言った方がいいなと思って、うん、今考えました。こんにちは、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブンメン侍でーす。おお、なるほど、なるほど。こんにちは、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、どうもセブンメン侍でーす。イエーイじゃない、イエーイじゃない、イエーイ、よく入れたな、イエーイで今。もう一回やろう、もう一回、イエーイがおかしいな。ごめんごめん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブンメン侍でーす。こんにちは、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、メン、サムライデーイ。来ましたー、電車何時かな。お疲れ様でしたー。ちゃうやろ、誰どこで。だから毎回バナさんまで渡るか分かんないっていうのが面白い。あー、ワクワクか。なんだそのリスキーな挨拶。入り時間でこの並び決めようよ。あー、いいね。もう最初に入ろじゃん。もう絶対最初に入ろ。セブンメンはやっぱさ、みんなこう揃わないじゃん、意外と。でもやっぱり短い時間でこう紹介しなきゃいけないじゃん、はい、だからそれを加味して新しいシステムを導入しました。システム、どうもこんにちはって俺が最初に言うから、そしたら5秒カウントしてもらうから、もう好きなこと言って、みんな、あ、自分を表現して、自己 PR するってこと。みんな同じタイミングになっちゃうけど、みんな言えるから、全員で一緒に言うん、みんな一緒に、もう魚大好きです、もう筋肉もうモリモリみたいな、こう同じタイミングだから、まあ正直実質聖徳太子みたいな人がいないと聞き取れないんだけど。なるほど。で54321で、まあ最後はちゃんとセブンメン侍ですで締めると。じゃあもうゼロになった瞬間、もう全員で一斉にセブンメン侍です。そこはきっちし、なるほど、それまでもう自由。システムは画期的だけどね、まあちょっと、まあ、どうなるか、どうなるかっていう、やってみないとね、はい。どうもファンの皆さん、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 手応えないよこれ。一応なんて言ってたか、一人でファンのみんな早く会いたいです、いつもアイドル中村レイヤーみたいな感じ。食べるの大好き、お魚大好きっていうのを言ってた。俺キャピンキャピンって言ってた。あー、いいね。こいつもろくなことしてない。え、上田くん、お財布ありがとうございます、大事にします。それ感謝してる。俺はもうちょっと秒数に気を取られて、楽器大好き、音大生、イエイ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 って言ってた。パッパッパッパ。で、太鼓はアッシュパラベーコン、アッシュパラベーコン。これやっぱちょっと一人こういう人がいると成り立たないっていうのは分かった。協調性がないとね、確かに、うん、ただちょっとね、どっかでやりたいんだよね。どうもアスパラベーコン、アスパラベーコン、アスパラベーコン、セブンメン侍でーす。イエーイ、アスパラベーコン。この人瞬時にアスパラベーコン、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 アスパラベーコン。これ
これが結束力です。これはどうですか、でも佐々木さん的には。うん、よくないね。一番ノリノリやつ。カトゥーンさんみたいな、うん、感じで、例えばレイヤーで言ったら R ですよ。確かに、うん、頭文字がね。そう、 RKTTRR R 多いな。言い方はどういう感じで言えばいいの。あ、もうおのおのでいいですよ。おのおのでいいんですよ。うん、おのおので言って最後はみんなでセブンメン侍です。あ、そう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 。あ、なるほど、ね。あ、頭文字だけ言う。うん。いいでしょ。うん。はい。オッケーオッケー。R K P T。ある。ちょっと待って。いやいやいや。ちょっと待って。まず一、なんて言った。P。どこ。いや、どこ。ちょっともう一回言ってみましょう。はい、行きます。R K N。T R R セブンメンサムライでーす。よくないねこれ。我らが佐々木さんがまだ残ってるから。まあいいよ、自分たちの名前を紹介するのもいいけど、そういうのじゃない。どうもセブンメンサムライですっつったらあるあるを言ってもう大爆笑。これ。これは週によって一人しかやんない。あ、なるほどね。あ、そういうこと。一本の動画で一人しかやんないから。どうもセブンメン侍でーす。いじめっ子ってその次の週には大体いじめられてますよね。オッケー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 。どうもセブンメン侍でーす。つけ心地良すぎてイヤホンした。どうもセブンメン侍でーす。鬼ごっこでスーパーバリア5回以上使うやつ性格悪い。どうもセブンメン侍でーす。着替えるときズボンから履き替えがち。どうもセブンメン侍でーす。野球部大体早食いしてる。どうもセブンメン侍でーす。雨の日の電車の椅子なんか気持ち悪い。ってことで今回のゲームなんですけどもってなるわけでしょ。実際やめよっかこれ。じゃあそれでは、はい、今後セブンメン侍のオープニングの挨拶となるのは、はい、本坂和樹くんです。アスパラベーコン、アスパラベーコン、アスパラベーコン。まあ、どうせアスパラベーコン好きなだけだろ。団結感は一番出る。なんならヤッホー超えてるかもしれないよ。超えたな、ヤッホー超えてるわ。じゃあまあとりあえず今回の動画の僕たちの結論、まあ、佐々木さんの結論としては、まあ、アスパラが良かったってことで、まあ、実際ファンの皆さんがどう思ってるか分かんないんで、まあ、一応コメント欄でね皆さんの意見も聞くとして、僕らは現状ヤッホーで行きたいんですけど、まあ、今回でもせっかく作ったし、はいはいはい、まあ、ちょっと試験的にとりあえず一通り、まあ、今後一個ずつはちょっとやっていってみよう。そうだね、まあ、確かにね、見てみたいし。コンビのごめんマジで頼むけど俺のだけは。いや、やったおもろいかもしれない。